皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の24日、12時10分、10万円の給付金についてなんですけども、まあ、円安による物価の高騰もありますが、それプラス、例えば生活保護者である私に関してですね、そのどうしてもやっぱり10万円の給付、まあ、他の方も含めてだと思うんですけども、それがなかったらかなり生活無理があります。まあ、例えばこれカバンの修理費用なんですけども、金額5500円という内容なんですけども、こういった、カバンなんですけども、まあ、長年使ってまして、もうこの辺りがですね、劣化しまして、こういうふうに、まあ、割れてしまっていると。まあ、その修理費用、取り替え費用なんですけども、まあ、5500円ほどかかりました。まあ、これがその断裂しているものなんですけども、まあ、あと他にもですね、台所の方に関してはスイッチが壊れた時に、まあ、生活用台所は絶対必要ですから、まあ、そちらの部屋に関しては、まあ、電気の、電灯のスイッチの交換費用は生活保護費の方から出してもらえるんですけども、こちらの部屋のように、まあ、この間交換したんですけども、生活保護費の方からは、支給されません。7700円ほどかかっています。ということでですね、やっぱりこういった10万円の給付金がなかったら、これ生活保護じゃないと生活も成り立たないと思います。各部屋ということであれば、まあ、そこはまだスイッチですけども、そのうちああいうふうな電灯とかが、壊れた時に、じゃあ、電気のかさごとを、実費で、負担しなきゃならないということになってくると、多分1万円以上したと思うんです、電気のかさって。まあ、蛍光灯とか含めてですが、まあ、やっぱり一律じゃないです。まあ、低所得者の方たち含めて、10万円の給付金っていうものは、必要だと思います。以上です。総理内閣国会議員の方たちへのメッセージ、あとマスコミの方たちへということで、皆さんご対応のほどご協力よろしくお願いいたします。生活保護者の、生活状況でした。以上です。